皆様こんにちは。アンドフィーカの今泉です。アンドフィーカは北欧フィンランドのフィンレーソン社と一緒にフィンレーソンを日本の皆様にご紹介しています。今日はフィンレーソンの魅力について皆様にお話ししたいと思います。フィンレーソンは北欧フィンランド最古のテキスタイルブランドで、フィンレーソンを知らない人はいないというほどフィンランドの家庭では誰もが知っているブランドです。日本でも可愛いデザインがとても人気です。フィンレーソン店はフィンランドの魅力がたくさん詰まっていますが、今日はその魅力を3つに絞って皆さんにお話ししたいと思います。まず1つ目、1万点以上もあると言われる美しいデザイン。エレファンティという象の柄、オンプというリンゴの柄、それから200周年記念として復刻されたアンヌッカというお花の柄。実はフィンレーソンのデザインアーカイブは1万点以上もあると言われていて、フィンレーソンのプリント工場があったフォルッサという町にあるフォルッサミュージアムでは今でも原画の整理が行われています。私も実は 7,8 年前にこのフォルッサの地に行って原画を見る機会に恵まれたんですけれども、もうそれは大きく、すごく大きくてダイナミックで、もう圧倒されました。そしてその時、いつかそれを皆さんに見ていただきたい、日本の皆さんに紹介したいと思っていたんですけれども、今回フィンレーソン展という機会に恵まれてとても嬉しく思っています。今回のフィンレーソン展では関係者の方々が慎重にセレクトした原画がたくさん来日します。ぜひご覧ください。2つ目はフィンレーソンがフィンランドの歴史を切り開いてきたというチャレンジ精神です。フィンレーソンは1820年に今はフィンランドの第二の都市となったタンペレで創業しましたが、その長い歴史の中でいろんなことにチャレンジをしてきました。私が一番注目しているのはフィンレーソンが初めてフィンランドで女性の雇用をしたということです。今フィンランドでは35歳の若い女性の首相も話題になったりして、フィンランドは女性が活躍しているというイメージがあるんですけれども、当時の社会情勢では女性が働くということは実はとても画期的なことでした。フィンレーソンはワーカーの人たちが働きやすくするために、工場敷地内には社宅や学校、託児所、教会、店舗などいろいろなものが作られました。フィンレーソン店の中でも歴史的な資料がたくさん展示されますので、ぜひその歴史をたどってみてください。3つ目は未来に向かっていく姿勢です。先ほど歴史について説明しましたけれども、フィンレーソンは歴史は振り返るものではなくて切り開いていくものだという姿勢を持ち続けています。私もこの長い歴史に魅力を持ってフィンレーソンのお仕事に関わるようになったんですけれども、現在のフィンレーソンはテキスタイルデザイン会社として毎年美しいデザインを発表し続けていますが、一方でサステイナビリティ、ダイバーシティなど SDGs の取り組みにも努めています。中でもリサイクル素材の活用には非常に積極的で、例えば先折りのマットはこうやって見てみるとちょっとわかるんですが、実はフィンレーソンのフィンランドの直営店の店頭とオンラインショップで郵送で集められたフィンランド国内のシーツによって作られています。シーツを裂いてテープ状にしてそれを折って作られているんですけれども、なのでこの色合いがフィンランド人のいろんな人たちが使ったシーツの色合いです。
フィンレイソン展ではこのマットのテープの展示だけではなく、もっといろいろなサステナブルな商品の展示もされていますので、ぜひご覧になってみてください。最後にフィンレイソン展で販売されるオリジナル商品の一部をご紹介させていただきたいと思います。まずはこちら。こちらは伊万里鍋島焼の大皿で、伝統美と匠の技で有名な波多万陶園さんとのコラボレーションです。これ非常に薄いんですけれども、これは人の手によって削られていますし、ちょっと分かりにくいんですが、筆の跡が残った色付け、こちらは手書きでされたものです。こちらのトートバッグは京都の専攻所で一般一般ハンドプリントでプリントされたオリジナル生地を使って作られたものです。トートバッグの他にランチョンマット、コースターも販売されています。この他お手軽なお土産としてのオリジナルアイテムもたくさん並べられますので、ぜひ皆さんお好きなものをお買い求めください。それでは皆様のご来場をお待ちしています。ありがとうございます。